足回り不満があるらしいじゃん。まあ、いろいろちょっと適当すぎるって怒られて、いい時はいいんですけど、無理の時は結構ちょっともう不機嫌そうな、うん、電話するの怖いです。これは不満が溜まっとるぞ。あーちゃん、あーちゃん久しぶり。やってんの。なんか足回り不満があるらしいじゃん。え、足回り不満あるらしいじゃん。その話かみたいな。久々に会ってその話されるかって、なんか足回り不満があるっていう話を聞きましたよ。ないですけど、少しちょっと前だもんね、うん、俺勝利行ったの。それ俺が行ってから変わったってこと、それともその前から。今まだ結構外部ばっかなんで私たち、うん、外部っていうのは他の協力業者さん。それなんか不満があったんでしょ。はい、なんか連絡がないとか勝手に違う足早に頼んでるとか。結局自社が、うん、と、うん、あの同じ現場を振っとったみたいで、うん、足場班が間違えてね、多分二階堂町の足場施工が、まあ、南施工さんですよね、はい、簡単な会社がで、全然私も知らなくって、うん、2社に同時に間違えて振っとった振っとったみたいで、うん、でそのから、うん、まあもう一件次の現場、うん、明日長久手がありますって言われて、あ、うん、私のだと思って、足場班から、足場屋さんから、はい、そのがそのもう一個の会社から連絡が来たんだ。そうですそうです。で明日どこどこっすねみたいな。そうですそうです、うん、であれみたいな、も行くって言っとったよなと思って、でごめんなさいって言ってちょっと確認しますって言って、うんうん、まあ、そしたら堀川君に聞いたら、よが行くよって、で聞いたよ、俺らが行くよみたいな。あれってなって、まずいねそれ、うん、まあ、でその開けてたわけじゃないですか、うんうん、まあでもちょっと、まあ、気使ってくれたのか、うん、もういいですよって、うん、もうあのうち別に大丈夫なんでって言って、うんうん、なんか引いてくれたみたいで、そういうこと、で、まあ、ちょっとそのにもまあ、いろいろちょっと適当すぎるって怒られて。基本的にはどっちが出ないでしょ、外部は。あの外中さんはその本体ができないってなって、堀川くんがまず多分と、うん、に営業から聞くんじゃないんだ、営業とか現場管理から聞かないじゃないんですよ、うん、でそっちの方がいいの、なんかそんな話しなかった、あいつ。なんか基本外部は営業と直接やってやり取りしなくて、その後からはもう全部私たちなんですけど。それで問題が起きたもんで、もうだったらこっちでやるわみたいな。いや多分その前からは自分たちでやっていくっていう話なんですけど、うん、あ、言い方悪いけど二階堂上から、まあ、芝南社交サービスに、まあ、金額も決まってるわけじゃん、はい、そこから、まあ、あいつらもね会社の利益出しかなかったんで、5000円でも1万円でも抜きたいって言った。最初はなんで、まあそこで、まあその金額はもうその大きいのだったら私はそのできるけど、うん、小さいのだったら結構、うん、まあ、逆に追加かかるぐらいなんですね、もう外部に出すと。ね、で、あと手間が、まあ、あの、はもうフェンスとかポリカとか波板も一切脱着しない。なんで、まあそれ。自社だとそれまで全部やるでね。そうなんですよ。大手配しなかったからね。なんでその辺で、うん、昨日もたまたま、に行ってもらって、14万円の足場の金額で、うん、堀川くんからは15万2000円で聞いてたって。で、うん、足場の原価見たら、まあ、14万で書いてあったんですよ。で、うん、まあ、1万2000円は、一応フェンス脱着を見とったんですけど、営業が。だけど、まあ、フェンス脱着もしなくてよくなったんで、まあ、その1万2000円は発注かけなかったんですね。ああ、そういうことでも、堀川くんからは15万2000円って聞いてるから、うん、ちょっと発注金額が足りないですって言われて。ああ、そういうこと。で、中途半端に賞が入ってくるんだ。どう、まあ、金額は多分言うのかなと思って。直接だって、こっちからやるんじゃないの？そうなんですよ。金額の話。なんかその辺が、なんでまあ、一応 LINE グループも、今まで堀川くん入ってなかったんですけど、うん、もうその〇と〇の LINE グループには、うん、もう堀川くんも入れて、うん、まあ、ちょっとその動きが見えるように、うん、これは不満が溜まっとるぞ。堀川翔、お前不満溜まっとるぞ。責任者やれるんかお前なあ。堀川見とるか、お前が責任者やる、そういうこと。
それ以外にもちょっと前に聞いとったのが態度が悪いみたいな師匠のああとかあるのあるおおおってあるんだそう何どういう風に気分かな気分があるのなんか多分もう電話出た瞬間あどうしたみたいなあもう普段からそんな感じもあるけどねそういう感じじゃないの明らかにちょっとこいつ普段もあいつそういう感じだ機嫌いい時は分かりやすい、はい、なんてどういう感じ機嫌いい時は全然何でも結構いいよいいよみたいなもしもーしとかいいのあいつもともとなんかそんな感じよこんじゃないあはいはいみたいな感じじゃないそれないうんなんかでも電話すると怖い時は違うやっぱり全然違う、うん、例えばどういう時もう第一声から無理だよって言いますもん何も言う前からあもしもーし無理だよって、まあ、何も言う多分そのことだろうなって分かってああ分かってるもんねいやそれは無理だよとか言ってもう無理だってみたいなどうにもならんし、うん、あ無理みたいなちょっと怒っとる怒っとるもん何のお願いとかで足場組めるとか、まあ、例えば足は解体を、まあ、早めにしてほしいとか、まあ、ちょっと無理だお願いはすることとかがあって、うんうん、いい時はいいんですけど無理の時は結構ちょっともう不機嫌そうな、うん、電話するの怖いですあ本当それはおさらかよねまずはあいつだいぶ不満だねじゃん今も今全然ちょっとあんまり買い残しはしてほしくないねいくらですかとかもしかしたら聞かれたのかもしれないですねあでなんでしょうが分かった足場班はそれで足場で発注かけ取った足場班でやり予定だったそうですそうです多分あなるほどねでちょっと自分たちが急に行けなくなったもんで皆さん行けますって頼んでで多分さんが金額聞いたんだと思うんですけどじゃあやってみますって、まあ、じゃああと花さんとやっていいですねみたいなうーん花さんとあだ名ちゃんはい今日メガネしてねえじゃんメガネ最近モザイクしねえじゃんそれぐらいマスクしたしたいなんでじゃん花さん気になるどうやって顔出してなかったかどうしてないあんまり出してないですたまになんかチラッと他にはショーと喋ることがやっぱ多いんだよ。何責任者というかあれだよね。管理だよ。あの動画見た？そのお前それまずいぞってショーと俺が話したよ。見てないです。見てない。あ、ごめんなさい。なんで見てないんだよ。見ます。俺はなんか思ったのは、まあ二階道場も足場にとってお客だから、お客が別にこのじゃ足場使うって言った時に、同じ金額で予想がやるってさ、お前どうするのって。うん僕は普段通りですよって言ってたけど普段通りじゃなんかないもうやっぱお客さん喋る時にどうもそれって言ってお客さんにいつもありがとうございますってやっぱ感謝の言い合わせでねあ、うんまあ、お客さんっていう思いがあいつにもないとね、うん、っていう話はしたんだけどその中で言いたいことはっきり言えばいいじゃん、うん、そのお客さんにもそれは違いますよねってそれは無料でできませんとかあるじゃん、うん、人は選んでますけどね私とか、うん、多分大谷ちゃんとかはないって言ってました。あ人を選んでる、ね。はい。これまた問題が発生したぞ。どういうこと？言いやすい言いにくい。言いやすい。でも林さんとかもないですもんね。ないって言ってたかしら。あそう。でもたまにちょっと言いづらいなんか。その工程表のあれで聞く手間が増えるとは言ってたけど、電話は別にって言ってたけど。あ本当。段取りが悪い時はあるって言ってた。ちょっとその工程表が入ってない。そうなんですよ。入ってないんですよ。前日、うん、誰なんか午前に行くのか午後に行くのかも分からないし、本当に来れるのかも分からないんで。あ、明日の段取りが分からないんだ。スプレッドシートが、もう誰が行くのかなと思って。本当に行ってないの？前日？いや、もうちょっと前に多分入れる。でももう今前日ですかね。前日の夕方。まあ、でも少し見お客さんに言わなかもね。そうです。午前中行きますよならば午後行きますよなのか。でまあ行く人にちょっと注意事項を説明したいときに、うんまあ、行く人に伝えたいわけじゃないですか。うん、で誰が行くんだろうと思って。直接も言っとんだ。そう。まあ、島の誰が行くかでこういうことがあるもんでって、まあ、責任者に言うとまたそれ伝わらんとか思うんで、そうですね、もう直接言いますと。誰が行くか教えてくださいね。誰が行きますかって。ああなるほどな。で当日リュウジ君が行くよって言われて。でそしたら当日リュウジ君じゃなかったんですよ。あそういうのも、うん、それを連絡入れてくれればね、ちゃんとリュウジがそう引き出てくれるといいけどね。問題が続出だなこれ。申し訳ありだぞ。そういうコミュニケーション力はリュウジの方があるね。そういうことをリュウジに任せてくれてもいいんだけどね。あ逆にショウがね。
行ったこと忘れなさそうじゃないでしょ。ゆうじさん結構連絡してこない。ある。詳しいんでまっしゅ。現場じゃないよ。もう店がね、ね、一割ぐらいしかないから、普通の人間に比べると体を動かすことより脳みそを 90% 使ってるから難しいよね、そこはね。心配にはなりますね。なんであの夕方、まあ、帰ってくるかなっていう時間に、うんうん、次のとこの、うん、まあ、ちょっと詳細とか説明したくって、うんうん、で、まあ、その行く人に連絡しても、朝ももう一回かける。あー、マジ。朝ももう一回かけて、あ、ちゃんと覚えてますかみたいな感じで変だね。心配は心配です。視聴者皆さん、まあ足場班ね、余っとるんだよ、余っとるけど、やっぱいいとこもあれば悪いとこもあるで、俺もそうだしね、俺の得意分野不得意分野があるでね、逆に営業からしたら、まあそれちゃんとやってやっていきましょう、俺もすごいわかるし、まあいい人が多いからね、うちはね。あられちゃんなんかもう 10? 一番古いちゃう、ショーの次ぐらい古いね、井村さん12年だ。だって俺まだ創業して15、6年でしょ、ほぼほぼおるってことだもんね。初期面だよね、ほぼ。それなのに顔出ししてないとかちょっとありえないけどね。ね。ね。はい、じゃあ視聴者の皆さん、また、ショーが一人責任体制で、まあ、数字も、まあ、今年あんまりいい数字じゃなかったから、まあ、かなり追い込んだことは言っとるけど、厳しいことはね。数字だけじゃなくてね。その仕事だけじゃなくて、その礼儀作法というかね、道徳的な、やっぱそれって一番大切じゃん。で、一番仕事も円滑に進むじゃん、そっちの方がね。挨拶ができるとか、おはようってこれやれたとか、それだよね。で、こっちが多分コミュニケーション力を発揮して、前日にも伝えて、さらに当日にも伝えて、だけど一番とかがしっかりそれでも責任持っちゃう、それだけ管理の人数も少なくて済むし、他のことにね力入れれるし、より現場にね、力入れていけるもんね。もう脚立もっと色々してるもん。すごいよね。今、プランナーが緑店で2人 ?2 人です。リリーちゃんでな。リリーちゃんとアラレちゃんで、リリー&アラレでやってますんで、またちょっとその辺の、また面白い動画になるといいな。あ、この2人とリリーと見ね。いい。はい。本当に？はい。声がちっちゃい。はい。もう男だから心配とるよ。はい。はい。皆さん、またじゃあ、チャンネル登録いいね。あ、その前にちょっと足場材買い取り、トークでも買いに行きますんで、まあ本当に1割、2割アップして、普通の足場さんよりはタック入るんじゃないかな。足場の販売してる会社よりはね、それが目的じゃないもんね。うちが買う、で使うっていう目的があるから、まあぜひ、声かけてください。あと、飲み会イベントが、はい、まあ飲み会というよりイベントごとですね。ゴルフコンペとか。うんうん、まあもしかしたら、あられちゃんが来て、あられちゃんに会えるかもしれない。あられちゃんのモザイク。モザイクの。お面かぶっていけるじゃないまあそういう会を案内するための登録しといてねえだよな。俺は名刺交換会とかそっちビジネス系がいいんだよな。だからまあ全部そういうもう何かすることにも、とりあえずイベントの案内を送ります、うん、送りたいな、はい、そうそう、これさ、ちょっとコメントあるじゃん、ちょっと言ったけど、インスタグラムから送ってほしいけど、井村翔と喋ってるのは塗装屋さんとそういう情報交換みたいな勉強会、よく言われるけど、ホーム販売全部悪いんかとコメントも書かれるで、ホーム販売が全部悪いとは言わんけど、塗装屋さんの勉強会どうやってやってるかとか、こうやってやってるかって共有して、やっぱ無駄な経費はさ避けたいじゃん、お互いに。そうそうそう、で現場にね100のエネルギー使うんか、やっぱお客さん回しとか工程管理とかで 20%30% 経費がかかっとったら、結局利益が出んってなっちゃうからさ、まあ、そういうなんか勉強会みたいなやったら面白いかもしれないなって、勉強になるし、うん、で俺らも伝えてあげれることあるじゃん。結構集客とか俺すごい相談されたりするからさ、インスタとかで、なかなかもうそういうの答えれんけど、まあ、集まってお酒飲んで、まあ、別に有料じゃなくてもいいもんね。なんかそういう会があって、その場だけだったら答えてあげても面白いのかなと思っとるんで、ぜひね、そういうのやってみたい、やってみたい、もしそんなのあったら参加したいっていう人おれば、DM かなんか送ってくれたらちょっと考えたいな、ちょっと面白いでやってみようかなと思ってますんで、ぜひ。まあそういうのも案内を送る用のためのアドレスだから、まあいろいろ案内を送るから、ぜひ登録してください。あと女の子ね。うん、女の子何人何人来とる ?10 人来とる、少ないわ、女の子。登録してる。とりあえず女の子の家族でしたい。50人中。50人中女の子5人ぐらい。1割ぐらい。はい、そんな感じです。ぜひよろしくお願いします。せーの。また見てねー。また見てねー。
笑>